ナンバーアンダーラインアイ、平野ラファンへの感謝を語る。謙虚さと真摯な態度が魅力的なリーダー、2024年の顔にふさわしい存在感。平野翔さんで投票しました、赤いハートは、モデルプレス年末特集炎投票受付中。2024年の日本のエンターテインメント業界において、ナンバーアンダーラインアイ、という新たなアイドルグループが大きな注目を集めています。このグループは、 平野翔、岩優太、神宮寺優太という3人のメンバーによって結成されました。彼らのストーリーは、多くの人々に勇気と感動を与えており、2024年の顔として彼らが選ばれるべき理由が多く語られています。この記事では、彼らの歩んできた道、挑戦、そして成功について深く釣りし、さらに今後の期待を含めて詳しく見ていきます。平野翔は、その輝く笑顔と抜群のパフォーマンスで、 多くのファンから指示を受けていますしかし、彼の成功は決して偶然ではありません。彼は常に努力し続け、逆境に立ち向かってきました。特に、2023年における大きな転換期が彼のキャリアを新たな方向に導いたと言えるでしょう。この年、彼は長年所属していたグループを離れ、新たな挑戦を求めました。多くのファンは彼の決断に驚きましたが、 彼はその決断の背後にある思いを明確に語っていました。それは、自分自身をさらに成長させ、新たなステージに立ちたいという強い意志です。こうした決意があったからこそ、彼は岩優太タと神宮寺・優太という窮地の友と共に、ナンバー・アンダーライン・アイを立ち上げ、ゼロからの再出発を果たしました。ナンバー・アンダーライン・アイというグループは、まさに挑戦と再生の象徴です。 三人それぞれが異なる背景と才能を持ち寄り、互いに補完し合いながら新たな音楽やパフォーマンスを生み出しています。彼らの最初のシングルがリリースされたのは2024年の1月1日で、その日をもって彼らの新しい旅が本格的に始まりました。シングルのリリース後、瞬く間に多くのメディアで取り上げられ、注目を浴びるようになりました。音楽チャートでも上位に食い込み、 ファンからの応援の声が SNS を通じて広がり、彼らの名声は急速に高まりました。彼らの成功には、ただ歌やダンスの技術だけでなく、それ以上の要素が含まれています。それは、彼らの人間性や、ファンとの深い絆です。特に平野翔は、その謙虚さと真摯な態度で多くの人々の心を掴んでいます。彼はどんな時でもファンへの感謝を忘れず、 自分がどれほど支えられているかを常に語ります。こうした姿勢が多くの人に勇気を与え、彼をただのアイドル以上の存在へと押し上げています。岸優太と神宮寺優太もまた、同じようにファンとの関係を大切にし、彼ら自身も常に成長し続けることを目指しています。ナンバーアンダーライン愛がここまで成功した背景には、個々のメンバーが持つ強力な個性と、 それぞれれぞの役役割割が大きな役割を果たしていると考えられます例えば、平野翔はその美しいビジュアルとモデルとしての才能を生かして、ルイ、リトンやイブ、サン・ローランといった大手ブランドの広告にも起用されています。彼のクリーンなイメージとプロフェッショナルな姿勢が多くの企業に評価されているのです。また、彼の歌唱力とダンスのスキルもグループ全体のパフォーマンスを引き上げる重要な要素となっています。 一方で、岸優太はその明るくフレンドリーな性格でファンから愛されており、彼のリーダーシップがグループをまとめる原動力となっています。そして神宮寺優太は、その繊細でアーティスティックな感性を持ち合わせており、彼の存在がナンバーアンダーライン愛の音楽に深みを与えています。2024年、彼らの活躍はますます広がっていくと予想されています。 彼らはすでに多くの音楽フェスティバルやテレビ番組に出演しており、その度に新しいファンを獲得しています。特に、彼らのパフォーマンスには一貫したメッセージがあります。それは、どんな困難も乗り越えられるということです。このメッセージは、彼ら自身の経験から生まれたものであり、多くの人々が共感しています。例えば、2023年における解散という試練を乗り越えた経験は、 彼らが簡単にはくじけないことを証明しています。彼らは自分たちの力で道を切り開くことができるという信念を持ち続けており、その姿勢がファンにも伝わっているのです。さらに、彼らの成功は日本国内にとどまらず、海外でも注目を集めています。特にアジア圏では、そのビジュアルや音楽性が大きく評価されており、韓国や台湾、香港などでのファン層が急速に拡大しています。 彼らのグローバルな視野は、今後の活動の幅を広げる重要な要素となるでしょう。今や SNS を通じて世界中のファンとつながることができる時代、彼らのメッセージや音楽がどれほどの影響力を持つかは計り知れません。また、ナンバーアンダーライン愛の成功を支えているもう一つの重要な要素は、彼らのチームワークです。三人はそれぞれ異なる強みを持ちながらも、互いに尊重し合い、支え合っています。 彼らのインタビューではしばしば、お互いに感謝しているといった言葉が聞かれます。こうした相互の信頼が、グループの一体感を生み出し、その結果、より質の高いパフォーマンスが可能になっているのです。ファンはその団結力に感動し、ますます彼らを応援するようになっています。2024年の顔としての、ナンバーアンダーライン愛の候補理由は、ただ彼らの音楽的な才能だけにとどまりません。 彼らは、現代のアイドル像を再定義し、さらに広がる可能性を示しています。これまでの日本のアイドル文化は、しばしば一過性の人気に依存し、短命であることが一般的でした。しかし、ナンバーアンダーライン愛はその枠を超え、長期的なキャリアを築こうとしています。彼らは単なるアイドルとしてではなく、アーティストとしての地位を確立しつつあります。そのため、彼らのこれからの動向は、 エンターテインメント業界全体にとっても重要なものとなるでしょう。では、今後、ナンバーアンダーライン愛がどのように進化していくのでしょうか。彼らはすでに国内外でのファン層を築いていますが、これからはさらに新しいジャンルやスタイルにも挑戦していくことが期待されています。例えば、海外アーティストとのコラボレーションや、映画やドラマといった他のメディアへの進出も考えられます。こうした多様な活動が、 彼らのキャリアをさらに広げ、ファンに新たな驚きと感動を提供することでしょう。また、個々のメンバーがソロ活動にも積極的に取り組むことで、さらに新しい才能や魅力が発揮される可能性もあります。例えば、平野翔のモデルとしての活動はすでに成功を収めており、今後は俳優としての挑戦も期待されています。彼の多彩な才能がどのように開花していくのか、ファンにとっては目が離せないでしょう。 同様に、元優ユタや神宮寺・優太タも、それぞれの個性を生かした活動を通じて、さらに多くのファンを魅了することが予想されます。最後に、ナンバー・アンダーライン愛の成功の背後には、ファンの存在が欠かせません。彼らは常にファンの声に耳を傾け、その期待に依頼ようと努力しています。ファンとの距離感を大切にし、SNS やイベントを通じて直接交流することも、 ナンバーアンダーライン愛が特別である理由の一つです。彼らの成功は、ファンとの強い絆によって支えられており、その絆がこれからも彼らをさらなる高みに導くことでしょう。2024年は、ナンバーアンダーライン愛にとってさらなる飛躍の年となることが期待されています。彼らがどのように成長し、エンターテインメント業界に新たな風を吹き込むのか、そしてどんな未来を切り開いていくのか、 今後も注目していいきたいと思います彼らのストーリーは、努力と挑戦の重要性を私たちに教えてくれるものであり、その姿勢が多くの人々に希望を与え続けるでしょう。ファンとして、そして一観客として、彼らのこれからの冒険に期待が高まるばかりです。